今週月曜、沼津市にある沼津御用邸記念公園で行われた将棋の棋聖戦五番勝負の第3局。藤井聡太七冠に佐々木大地七段が挑みました。棋聖戦五番勝負のここまでの対戦成績は互いに1勝1敗。今回藤井七冠が勝てばタイトル防衛に、佐々木七段が勝てば初のタイトル獲得に、それぞれ王手をかけることになります。つまりこの一局はどちらにとっても絶対に負けられない戦いなんです。ごく、そのシリーズの行方をやはり左右する重要な一局かなというふうに自分自身感じています。明日の対局では、自分自身全身全霊を尽くして、あの2人で美しい棋譜を紡いでいきたいというふうに思っております。気合十分の両者。先手の藤井七冠はいつも通り初手はお茶。一勝一敗で迎えた重要な一戦です。そして対局の勝敗もさることながら、熱い注目を集めるのが対局中に棋士が選ぶおやつと勝負飯。午前中のおやつには沼津御用邸が手掛けるオリジナルスイーツが提供され、藤井七冠は究極のガトーショコラを、佐々木七段はリンゴジュースを味わいました。そして昼食、藤井七冠が6つの候補の中から選んだのはボリューム満点のカツハヤシ。 JR 沼津駅北口近くにある千楽北口店の人気メニューです。自慢のデミグラスソースは3日間かけてじっくり煮込まれていて、隠し味にケチャップやトマトピューレが使われています。このカツハヤシを藤井七冠が選んだことにお店の常連さんは、正解だと思います。一番正が出ると思います。藤井さんも食べてもらってるんで嬉しいですね。勝ってもらえるように応援してます。中にはこんなすごい将棋ファンも。カツハヤシを食べてきました。ここがね、選ばれると思って、藤井聡太さんが食べると予想してここ来ました。はい、T シャツもこれよく見ると藤井聡太さんのが王位戦で、去年の王位戦で、対局した時のT シャツですね。結構藤井聡太さんの、ほとんど追っかけですね。これから大盤解説会に行くんですけど、一生懸命応援します。店主も驚きを隠せません。いやー、びっくりしましたね。6店舗にノミネートされたっていうのは聞いてて、もうそれだけでもびっくりしてたのに、そこからさらに選んでいただけたのはすごく嬉しいです。カツハヤシを食べたからにはぜひ勝ってください。沼津の人々の思いも通じたのか、勝負は先手藤井七冠の勝利。タイトル防衛に王手をかけました。そして藤井七冠が食べた勝負飯は、毎回同じものを食べたいという人が殺到する社会現象に。千楽北口店でも大きな反響が。昨日訪ねてみると対局から4日経っているにもかかわらず行列が。こちらは熱海から来たご夫婦。よく来られるんですか？いや、初めて。藤井君が勝負飯に選んだから。藤井聡太君の選んだお店だから、ね、南店も昔から千楽のファンだというご夫婦は、はいはい、どうですか藤井聡太さん、この店選んだってのは。わかります。いやいや、すごいよ、美味しいと思う。
すごいですよ。やっぱりその勝負飯の勝林の注文がほとんどです。開店前にお店の前に行列ができてて、そこからもうずっと今の閉店、お昼の閉店時間までずっと勝林の注文ばっかりした。まあ嬉しい悲鳴ですね。対局の翌日には通常の倍の量の材料を仕入れましたが、ランチタイムには全てなくなってしまったといいます。この日も開店とともに店内は満席。お願いします。町一名勝林です。厨房もホールもフル回転です。熱海から来たご夫婦のところにも届きました。うん。カキが美味しい。うん、まあでも藤井君よくこれ食べてお腹いっぱいになって頭が回ったなと思いますね。どうなるね。冷めやらぬ藤井フィーバー。さらにこの週末は、週末金土日が近くで沼津市の市政100周年のイベントなんかの会場がすぐ近くにあるんですよ。それとあと今回の藤井さんの見たお客さんと両方で来られるとゾッとしますね。嬉しい悲鳴はまだ続きそうです。